様こんにちは、サッキーチャンネルの清本さつきです。いつも私の動画をご覧くださりありがとうございます。ちょっと1週間空いちゃったんですけど、また動画を撮ってみました。今回も女性に向けた動画となっております。テーマは何かというと、いわゆる飲み屋さんのキャバ嬢さんとかホステスさんと私たち風俗キャストの違いについて今回はお話ししたいと思います。飲み屋さんと私たち風俗のお仕事って、違うっていうのはどなたから見てもはっきり分かることやとは思うんですけど、なんで今回このテーマにしたかというと、結構その女性でキャバ嬢ってすごくキラキラしてて可愛いし、私もあんな風になりたいですとか、私たちもブランディングとか の一環でそういうキラキラしたところをお客様にアピールした方がいいんでしょうかっていう質問をよくいただくんですね。私がこの風俗キャストの目線として持論を今回はお話しさせていただこうと思います。ただ最初になんですが、今回お話しすることは私が現役時代に自分が肌で感じたことをそのままお話しするだけですので、この意見が正解ではないと思いますし、いろんなご意見があると思いますので、本当に聞き流す程度に今日はよかったらお聞きください。私の意見としては、風俗のキャストさんは基本的にむしろキラキラしない方がいいと思っています。私働いたことがないので何とも言い難いんですけど、テレビとか YouTube とかそういったものを見ていると、やっぱりそのママさんもよくキャストさんにおっしゃってるんですけど、女性はお金のかかるような存在でいなさいっていうことを指導されてたんですね。だからそのお金がかかる女性、キラキラした女性を演出することが彼女たちの仕事の一環だと私は思っています。それがご自身のブランディングとなり、あとは集客につながっていると思うんですね。一方で私たち風俗キャストはお金がかからない女性であることが大切なんじゃないかなと思っています。それはお客様との接し方とか過ごし方の違いによって変わってくるので、そこについて詳しくお話ししていきたいと思います。まず飲み屋さんと風俗店の大きな違いとしては、飲み屋さんはお客様が見栄を張りたい場所、かっこつけたい場所だと思うんです。一方で風俗店っていうのはそういった見栄を脱ぎ捨てる場所、ありのままの姿になる場所だと私は思っています。私の想像の範疇でしかないんですけど、飲み屋さんって例えばお酒ボトルを入れましたってなると、どの席にいらっしゃるお客様もそれが分かるし、キャストさんも分かるし、スタッフさんも分かりますよね。でそこの席に行ってみんなでわーって言ってボトルの栓を開けたりとか写真を撮ったりとか、コールとかがあるのかちょっと分かんないんですけど、そういうものがあったりとか、とにかく男性はそういったことをすることで人気の女性を指名している自分に優越感とかステータスを感じたりとか、あとはそういう自分の好きな女の子をナンバーワンにするために応援する場所っていう、そういう楽しみ方があると思うんです。お酒を入れてかっこいいとかさすがっていう風に言われることで、アドレナリンというかそういうオキシトシンとかが分泌されて、男性が楽しくなっちゃう場所だと思うんですね。そして風俗の店は基本的にお客様と女性は2人きりで過ごすことになります。お店に行った時も名前で呼ばなかったりとか、そういう風にちょっとどなたが どのお店に来られているかっていうのもお客様自身もあまり人に話すことはないと思いますし、私たちもお客様のプライバシーを守ることっていうのが大切なので、もう根本的にお店の在り方が違うと思うんですね。お客様が日頃の鬱憤とか寂しさとか疲れとか、そういったいろんなストレスをそういう風俗のお店で解消することが大事だと思っていて、私たちはそのためにお客様にとって一緒にいて居心地のいい女性であること、あとはリラックスしていただくことがとっても大切だと思います。
私がいつもお話ししている通り、風俗店ってお客様と女性が疑似恋愛を楽しむところなんですね。本当の恋愛関係になるわけではないんですけれども、私たちは少しでも多くの男性の恋愛対象に入るような女性であることが大事だと思います。そこで私とある記事で面白い記述を発見したんですけれども、男性が女性に対してうんざりするポイントっていくつかあって、その中の一つが女性と金銭感覚が合わないっていうことだったんですね。私この記事本当なるほどなって思ったんですけど、その自分がこの業界に入ってきた時に上司からお金、稼いだお金を何に使ってるのかお客様から聞かれた時は、貯金してるとか返済に当ててるって言いなさいとか、あとは地に足ついた生活をしなさいとか、あとは写メ日記とかでお金をたくさん使っている、そういうイメージを与えるようなことを書くのをやめなさいっていうのをもう徹底的に叩き込まれて、それがすごく腑に落ちたんですよね。お客様の心理として、この子可愛くていい子だけど自分よりはるかにいい生活普段からしてるんだろうなって思うと、なんかちょっと引いちゃうっていうのはもしかしたらあるかもしれません。もちろん私たちがその頑張って稼いだお金を何に使うかっていうのはもう自由なんですけど、ただ演出として私は地に足ついたお金をそんなに使わない女性なんですよっていうのをアピールすることはとっても大切なことだと思います。例えばいつも誰もが分かるブランド物のお洋服を着ていたりとか、いつもとても高級そうなホテルに泊まってるとか、もう旅行にたくさん行ってるとか、あとはいいものをたくさん食べてるとか、そういうところをお客様にこうどんどん見せていくと、お客様からすると例えばなんかファッションとかに疎い自分が行ってもちょっと嫌な顔されるんじゃないかなとか、そういう風に変な不安を抱くようになるわけなんですよね。あとはこうお店に行くときにとっても高価なお土産を買ってこないと女性は喜んでくれないんじゃないかなとか、コンビニのお菓子とかそんなもの持って行っても嫌な顔されちゃうんじゃないかなとか思うと、こう結構気が引けちゃうというか、そういう感覚になる男性が実は多いと思うんですよ。私たちはそういうことを考えて、ある程度親しみの持てる女性でいることが大切かなと思います。もちろん接客する時の衣装であったり、あとは靴とかアクセサリーはお客様からいただいてる金額に見合ったものをきちんと身につけるべきだと思います。例えば高級店だと数万円する衣装を身につけるのはもちろんだし、お金がある程度貯まってきたらこうちょっといつもは履かないようないいブランドの靴をハイヒールとかを準備するのも大切だと思いますし、アクセサリーとかもこう思いっきり主張するようなアクセサリーではなくって、見る人が見れば分かる質のいいものをこうさりげなくつけるっていうのが、まあ、女性としてすごくエレガントだなと私は思います。ただやっぱり親しみやすい女性であることは高級店であっても大事かなと私は思っていて、例えば私のその当時の王子様はさつきちゃんだったら何を持っていっても全力で喜んでくれるなとか、まあどんな状態で行ってもこうニコニコ出迎えてくれるなっていう風に思ってくださってたと思うんですね。実際に何をいただけたとしても本当に嬉しいですし、ありがとうっていう風にリアクション取ってたんですよ。例えばコンビニの差し入れは嬉しくないとか、そういうことをツイッターとかで書いてる方もたまに見かけるんですけど、でも本来お客様はお店に対してきちんと決められた金額を支払ってくださっていて、それにプラスアルファで女性のことを思ってコンビニとか、まあ、いろんなところでお土産買ってくださったりとかお手紙書いてくださってるので、そこに対しては素直に本当にありがとうございますと受け取って感謝の言葉を伝えるべきだと思います。写メ日記とかそういう SNS で
金がかかる女性というか、まあ、キラキラした女性を演出することで、そういう女性が好きな男性は喜んで来てくださるだろうし、いいプレゼントを買ってきてくださるかもしれないんですけど、ただ私の意見としては、その限られたお客様からの支持を得るよりかは、最初のうちはどのお客様が見ても、あ、この子に会いたいなって思ってくださるような、そういう演出をすることでより実際は稼げると思いますし、そっちの方が理想的なのではないかなと思っています。実際キラキラしてるキャストさんとかも可愛いですし、同じ女性としてはすごく憧れるなとか思うんですけど、やっぱりそういうブランディングができる人っていうのも限られていて、ある程度の認知度とか、やっぱりその方にも今までこう積み上げてこられた実績っていうのがあると思いますので、誰でも同じように同じことをしてこうブランディングができるというわけではないっていうのは覚えておいた方がいいかなと思います。あとはお店のコンセプトとして、そういう女性だけを集めているっていうところもありますし、やっぱり働く前に自分がどういうキャストとしてお客様にこう認知されていきたいのかっていうのを、お店を見極めながらブランディングしていくことは大事だと思います。今回の一番大事なポイントなんですけど、風俗というお店はお客様が普段お召しになっている戦闘服を脱ぎ捨て去るところ、全てをさらけ出してありのままの本来の自分でいられる場所だと思っていてくださいということです。そのために私たちもお客様から親しみを持っていただけるような、いい意味で手の届きそうな女性でいることが大切だと思います。はい、というわけで今回は飲み屋さんと風俗店の女性の違いについてのお話と、風俗のキャストさんがキラキラするべきかどうかっていうことについてお話をしました。この動画がちょっとでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとあとはチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。素敵な2月をお過ごしください。